かつて子供だった大人たちへ送るまっすぐな愛の物語。お前今日誕生日だろ、夜一緒に外食で。友達約束あるから無理。渋谷さん他の社員からなんて呼ばれてるか知ってます？なんて呼ばれてるの？ゾンビ。娘が変わっちゃってさ、俺のこと恨んでんだよね。申し訳ありませんでした。バカじゃねえか、お母さんに逃げられたくせ。あんたみたいなタイプが一番嫌。渋谷さん起きて。ここどこ？皆さんはお亡くなりになりました。なんでお父さんの葬式に来なかったの？どうやって死んだかなんてもうどうでもいいのね。俺は良くないよ、娘がいるんだ。渋谷やないか、あんた生きてる時から死人同然やったやないけ。生まれ変わりのことって何か知ってますか？スープ飲んだら生まれ変わるちやすか。あんた私の娘なんだからかっこよく生きてよ。前世の記憶なくなるんなら生まれ変わっても意味ないだろう。何言ってんの渋谷、おもろいとこ教えてるわ。死後の世界も一回生きるかもしれんし、前世のことなんて忘れて大いに楽しんだらいいんちゃう。おっしゃる通り。正直言って死んでから今が一番楽しい。渋谷、死んだらあかんで。人生なんてほんまあっという間やった。なんでお父さんと別れたの？ちゃんと説明しろ。なんでそんなに過去にしがみつくの？記憶消さずに娘に会いたいだけだよ。私記憶消さずに来世行って戻ってきた人知ってるよ。お前誰？どうしても記憶を消さずに会いたい人がいるんです。お前誰にわしの話聞いたんじゃ。私は過去の記憶清算した方が幸せになれる気がするから。あんたスープ飲まなかったでしょ。お前なんだよ。まさか娘さんとこ行くんじゃないよね。やめなって。来世でもし最初の両親に会えると分かってたらそれでもスープ飲みますか？ちょっとあかんで。どうしても忘れたくない思い、あなたはちゃんと思いを伝えていますか？この夏一番の感動を送ります。スープ、生まれ変わりの